文語新薬解約委員のメンバー、左から CK ・ハーリントン、別所梅之助、HJ ・ホス、CS ・レビソン、松山孝義、川添万寿徳、ラーネット、川添万寿徳から1938年7月11日は、日本キリスト教会の牧師である。1870年と佐藩市橋本家の二男として、高知県校の口村に生まれる。その後、 おばの川添家の養子になる。1888年高知協会で洗礼を受ける。1892年に片岡賢吉と共に上京し、明治学院進学部に入学する。明治学院を卒業後に長野県作郡に伝道に行く。1897年安守令を受けて正式に牧師になる。1902年に渡米し、大番人学校に留学する。 1905年に帰国して東京三田四国町に三区に道会を起こす。また、上村正久に指示して福音新報の編集に携わる。1906年以降は長崎、大阪の教会を巻き返し、東山学院と大阪伝道同士間の講師を務める。1910年にギリシア語に堪能であったので聖書会役委員会に就任し、 1917年の対象解約聖書の完成まで務めた。1917年から青山協会に赴任し、青山学院と明治学院進学部及び東京進学者の講師を務める。1928年から明治学院進学部長1930年からは日本神学校の校長に就任する。1935年日本。 キリスト教会大会議長に選ばれる。議長として満州、朝鮮などへの巡回旅行を行う。しかし、病気に倒れ、1936年以降療養に専念する。1938年に青山教会を辞任し、名誉牧師になるが、その年の7月に死去する。ありがとうございます。